庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日はトマト、ナス、ピーマンの8月後半の作業について、やるべきお世話などをご紹介していきたいと思います。夏野菜もいよいよ終わりとなりますが、トマト、ナス、ピーマンが最後に残っている方がいらっしゃると思います。きゅうりやスイカ、かぼちゃといったウリ科の野菜はほとんど収穫が終わって撤去している方も多いと思いますが、トマト、ナス、ピーマンというのはギリギリ夏の終わりまでや秋まで栽培する方もいらっしゃると思います。8月後半は特殊な害虫なども発生しやすい条件になってきますので、この時期に注意したいことなどをご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。今日は久々の夕立で、先ほどまでゲリラ豪雨が発生しておりました。雨も落ち着いてきて、夏の夕方といったような爽やかな天候に変わってきております。やはりこの暑さによって野菜の出来はいまいちの部分もあります。見ていただきましょう。ナスはいわゆるボケナスといったような症状が出てきております。ナスの肌がツヤがありません。暑さが続いたせいもあるのか、ちょっとあまりいいナスではありません。切り戻しをしている影響か、花はまだたくさん咲いております。こちらは更新剪定をしたナスです。害虫被害がちょっと多かったんですが、切り戻しをした関係でだいぶ復活しております。また半身胃腸病も出ていたんですが、すっかりと回復しております。一方ピーマンはこの時期になり、若干なりが少ないように思います。またもう後半になりまして、このように赤いピーマンに変わりつつあります。私の感じですと、もうあまりこのまま置いておいても収穫は望めないと思いますので、近々撤収したいと思います。今日も一つ撤収したいと思います。ゲリラ豪雨の影響でトマトはこのように実割れの状態になっております。これは先ほど割れたばかりでしょう。今年は暑いので日焼け症状が多く、逆に雨が少なく、実割れはほとんどしておりませんでした。トマトも先端部分はあまりもう実ができないと思います。この辺の実が収穫が終わったら、もうこれも撤収したいと思います。ということで、トマト、ナス、ピーマンも終わりとなってきました。今年の振り返りをちょっとしてみたいと思うんですが、トマト、ナス、ピーマン、この3種についてご紹介したいと思います。トマトとナスは例年通り結構たくさん取れました。ただピーマンだけが一つ心残りがしております。それはなぜかと言いますと、初期の段階でピーマンの実を大きく育てて収穫を遅らせた関係で、後々ピーマンがならなくなってきました。このナス科野菜は初期の段階で実を大きくすると後にならないと、まあ皆さん方も心得ていると思うんですが、私としたことが失敗をしてしまいました。来年はちょっとその点は注意して、小さいながらに早く収穫していきたいと思います。また天候については、最初4月の段階では雨も時々降って、非常に野菜にとってもいい環境だったんですが、6月以降非常に乾燥した天気が続いて、水不足の影響を受けて、やや葉が枯れたり元気がなかったりという状況がありましたけども、水やりをこまめに実施したせいか、なんとか持ちこたえることができました。2年連続梅雨という梅雨ではなかったんですが、今後は梅雨時期から水やりを定期的にやっていかなければいけない状況になってくるかと思います。その辺を今年の振り返りをして、来年やっていきたいと思います。それでは8月後半にやっていただきたい作業についてご紹介します。一つ目はハダニの対策です。
連日の高温猛暑により葉がだいぶ乾燥していると思いますが、こういう時に葉ダニが増殖しやすくなります。特にトマト、ピーマンよりもナスに多く発生します。葉がカラカラになるように養分を吸収されて次第に元気がなくなってきます。見つけ次第洗い流したり、増殖しないように葉をカットしたりして対策を講じてみてください。こちらにハダニらしきものが2匹住み着いております。このように葉っぱをクモの巣のようなものを張って住み着いております。どんどん増えていきますので、見つけ次第撃退しましょう。葉がこのようにかすれたような状況がハダニの被害です。葉の裏表を見て発生していないかを見てください。これはちょっとサイズが大きいので手で捕殺もできますが、水で洗い流しても OK です。ここにはタバコガの幼虫なのか何かガの幼虫だと思いますが1匹潜んでおります。こういった害虫がたびたび発生しますので、ハダニだけではなく害虫は見つけ次第捕殺していきましょう。続いて2つ目の作業です。撤去作業を進めていきたいと思います。これは8月中に終わらせる作業なので、まだ実施してない方は計画的に行いましょう。夏野菜の跡地に冬野菜を植える計画のある人はもうだいぶ土作りの期間が迫ってきておりますので、遅れないようにしてください。このように花がほとんど咲かず全体的に弱々しい株は思い切って除去するのがいいと思います。長引かせて残しておいてもあまりいい結果にはなりませんので注意してください。ではピーマンを除去してみます。それでは抜いてみます。真上に引っ張れば簡単に抜けますので、抜いたら根の状態を見ることも今後の栽培に生かされますので、根の状態をしっかり見て根の張りがうまくいってるかどうかを確認した方がいいと思います。根腐れが起きてるようでしたら水やりが多かったか水はけが悪かったかだと思います。ボコボコっとしてた場合は線虫の増殖が疑われます。また根が伸びていない場合は土壌の土が硬い影響を受けた可能性もあります。その点も注意してみてください。最後は剪定と摘果作業です。ナスやピーマン、トマトなどを長く収穫するためには今後は剪定や摘果が重要なお世話になります。無駄に養分を使わせないように、ナスで言えば切り戻しや、ピーマン、トマトで言えば小さな実を摘果するようにして鳴らせすぎないようにしましょう。たくさん実がついてると乾燥によってマグネシウムなども吸収できなくなって急に枯れたりといったような状況に陥ります。また青枯れ病や立ち枯れ病も急に発生することがありますので、剪定や摘果については十分にやってみてください。これが8月後半の夏花野菜の重要なポイントになります。今日はピーマン、ナス、トマトの8月後半のお世話についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。